すごい本物感ある。皆さんぜひ、いろいろ都合とかもあると思いますが、
1年に1回しかないレースなので、この那須塩原駅前でやるレースというのは、なのでぜひ皆さんお時間ある方は見て、この、まあ、黄色い自転車とこの黄色いウェアのナスクラウドの僕たちを応援していただけると嬉しいです。で、まあ、レース以外にもこれからも応援の方よろしくお願いします。今日はありがとうございました。皆さんこんにちは。こんにちは。ナスブラーゼン島野翔太と言います。この度は、地元の人の支えがあってこそこうしたナス塩原クリーンリリーフを開催できると思いますので、チームとしても個人としてもいい成績を残せるように頑張りたいと思います。応援よろしくお願いします。